はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4本編続きやっていこう。コーザーを前回倒して、ここなんだっけ？そう、グッドネイバーにやってきて、グッドネイバーといえば、大昔やってきて、ここで、ここのボスが確か誰か殺してたような気がするけど、フリーダムトレイルを歩いたって気がする。もしかしていわゆる歴史を。で、コーサーとなんかちゃんと会話が成立しなかったけど、チップ取っちゃったから、ドクターあまりに解読してもらいたい。メモリーデン。ここ以前来たとき、ケロックの脳みそ見たんだっけ？戻ってきたのね、輝きの海から。どうだった？どの選択肢も言ってみたいけど。バージルを見つけた。インスティチュートに入る方法を知っていたが、コーサーのチップからコードを手に入れる必要がある。コーサーのチップ？コーサーと戦ったの？まあ、すごい。残念だけど、役に立てない。人造人間とは何度も仕事をしたけれど、コーサーとは一度も。このチップの役目もわからないし、ましてや解読なんて。でも、できるかもしれない人たちがいる。そのグループと働いているんだけど、インスティチュートの警備を破るチャンスがあるなら、彼らしか思いつかない。彼らは、レールロードと呼ばれてる。レールロード？知ってるな、その人たち。ありがとう、ドクター。レールロードへの道ならわかる。知ってるの？ならうまくいきますように。彼らが助けてくれるといいわね。そこで、前行った気がするんだけどね。どうだろう、なんか気のせいじゃなければ、動画外で敵対化してるかもしんない。大丈夫かな？大丈夫ですか？やべえ、すげえ不安になってきた。レールロード。あ、彼らとは敵対関係にあるって書いてあるじゃん。あー、でも敵対関係になっててもなんとかなるのか。そんなに遠くなかったはず。どっかこの辺にあったはずなんだけど。こっちだっけな。あ、これじゃん。本部行けるもん。ちょっと近くから行ってみよう。レールロ、あ、まだ BOS の引く手。飛んでる。ここ本部だったはずなんだよな。ここオールドノースチャーチってとこなんだけど、ここの中に、このレールロード本部が隠されるように。あったはずなんだけど、彼らのね、クエストをね、記憶が定かじゃないけど、結構前にやった記憶があって、それでヘマやっちゃったんだっけな。ヘマっちゃって、敵対化してんのかも。で、その代わりに今手に入れてるのが、このデリバラっていうこの最強のハンドガンはね、レールロードクエストから入手したもの。これどっから行くんだ、こっちだっけ。こういう、なんだろう、隠された場所に組織の本部があるっていうのはちょっとロマンがあるけど、こっちだっけな。何？あ、ほら、やっぱ敵対化してるもん、レールロード。でも待てよ、ただ彼らと友好関係を持たなくても彼らの本部に何か利用できるものがあるかもしんないから、倒しちゃえばいいのか。つまり、ちょっとね、レベルアップしてたんで
ステルス値がね上がってるよ。今のね石板みたいのがあったんだけど、あれを操作して謎を解くと本部の道が開いて、この先がレールロードエージェント。誰かそれを利用するだろう。ああここだ本部。はい、ついて、おお、みんな敵になってるね。ここにビッグボーイがあるじゃろ。ああ待って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 、来たぞ。困ったことに、ほとんど無傷、何誰もいないとは思えない。なんかすんげえ近づいてきたから倒すしかないじゃん。やっべ、いやもうしゃあない、敵対化してんならしゃあない。なんかブツがあるならそれだけもらっておさらばする。ミニガン持ってるじゃん誰か。もう持ってけれるんじゃない、これか、ターミナル。お、バッチリやるじゃんこれ。これ友好関係を保てば普通に見せてくれんのかな。ちょっと見ちゃったが、これか、使っちゃうぜ解読。バージルのところに戻る。よし、レールロードにはもう用がない、ごめんなさい。連邦に存在する勢力 BOS とミニッツメント、レールロードが主に活動してて、マルチエンドだからフォールアウト4、この時点でレールロードエンドが消滅しちゃったかも。まあしゃあない。じゃあ必要な情報は全てコースターのチップから入手した。バージルといえば超南に、ここだよな、ロッキー洞窟。間違った、ここに行こう。あ、またどっか居住地攻撃されてる。よし、また会える確信はなかったんだ。必要なものは手に入ったか。俺に聞くなってなんだよ。持っているよ。これがコードだ。驚くべきじゃないんだろうな。結局のところケロッグを倒したんだものな。コーサーも同じようにやっつけたのか。どうやって解読したんだ。レールロードの人たちからだけど、無理やり。レールロードが助けてくれた。助けてくれた。あの変わり者たちも、彼らは自動販売機を開放するとか、コンピューターターミナルを自由にするとか、そういうことに忙しいのかと思ってた。失礼、そんな感じの評判だったんだよ。忙しかったのは君だけではない。私も最善を尽くした。長年にわたる記憶や耳にしたことをかき集めてね。君のための設計図ができた。簡単ではなかった。この手は全くひどい状態だから、細かい作業をする能力が消えてしまった。簡単に説明するとこうだ。君は装置を作る。そいつはインスティチュートがコーサーのテレポートに使う信号をハイジャックして、代わりに君を送り込む。この設計の一番イカれている部分を知ってるか？あのクラシック音楽ステーション、あれが中継のための信号を流しているんだ。
全てのデータが調和振動数になっている。君はずっと聞いていたんだよ。一言言っておくが、これは私の専門分野ではないんだ。専門はバイオサイエンスで、エンジニアリングやアドバンスシステムといったものではない。ここに来てなかなか、なんだろう、近未来的な。テレポートなんて使っていくのか。レールロード助けてもらったというよりかはもう脅したというか殺しに行っちゃってたけど、バイオサイエンスね、もう十分だ。君に話しているんだよ。はい。きっとうまくいくさ。念のために言うが、何の約束もしていないからね。だがこの装置を組み立てて、あのコードが使えれば、インスティチュートの中継局からの信号を上書きできるはずだ。できるか？というか、組み立てられるのか？手伝ってくれる人はいるか？こいつは一人の手には余るぞ。たとえ君でも。うまくいくのか？この装置が完成すれば、インスティチュートへの道が開かれるんだな。そうだ。もしも正確に組み立てられれば、頼むからうまくやってくれ。双方のために成功させなければ。取引を忘れないでくれ。私は最善を尽くして君を助けた。うまく入り込めたら、あの結成を見つけるんだ。それが正常でいられる唯一の希望なんだ。だから見つけてくれ。さあ始めよう。これをもって仕事をしよう。何としてもやってくれ。知り合いに助けを頼んでくれてもいい。ほう、知り合いに助けを求めるか。シグナルインターセプターを使えばインスティチュートの中に入れるはずだが、作るには協力者が必要だ。協力者ね。ミニッツメンか BOS か。もしもレールロードと友好関係であったら、ここにレールロードがあったかもしんない。で、ミニッツメンはあんまり関わりがない上に、ガビーさんは居住地が助けを求めているとしか喋らない人だから、まあ一応つるみがあった BOS にするか。じゃあ、うん、フリードウェイ行ってみよう。どうなんだろうな。なんかよくよく考えたら、 BOS に協力求めたら、彼ら人造人間にすんげえヘイト溜まってるから、いざインスティチュート行ったらみんな全滅させてしまいそう。それでもいいかな。キャプテン、そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないこと。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちにはこの情報が明るみに出たぞ。待てよ。インスティチュ目的を、うん、スクライブたちには信じ、納得のいく。そこで君の、あ、この人でいいのか。なんかもう一つ目的地があるのはなんだ。で、バージルの設計図。この設計図を見てくれないか。バージルという名の科学者が、これを使えばインスティチュート内部に入れると言うんだ。この設計図はプロクター・イングラムに見せるといいだろう。それはそれとして、装置の製作相手に BOS を選んでくれて嬉しく思う。さて、好奇心を満足させてくれないか。なぜそんなにインスティチュート内部に入りたいのか教えてくれ。無数光。奴らが息子を誘拐したと考えているんだ。インスティチュートは目的のためには弱者を食い物にするからな。協力して奴らに罪を償わせよう。プロクター・イングラムを呼んで概要を伝えておこう。空港へ出頭してすぐにプロジェクトに取り掛かってくれ。おう、結構すぐ協力してくれちゃう？プロクター・イングラム？ボストン空港の方が。ここの下がボストン空港なんだけど、うん、飛び降りるのは無理だな。これ下行けたっけ？
あ、行けた。で、マクソンの年齢に騙されちゃいけない。彼は頭の切れる戦術家で百戦錬磨の兵士なんだ。エルダーマクソンね、確かになんか見た目と違って能力がありそうというか。この人パワーアーマーを大事にしてちょうだい。そうすればどんなことでも切り抜けることができる。エルダーマクソンからシグナルインターセプターの制作に手を貸してくれると聞いた。どうやら今ここではあなたが決定権を持っているようね。分かったわ。で、その新しい装置で一体何ができるの？テレポーテーション。テレポーテーションってな言葉がな、この世界で出てくるか。インスティチュートは出入りにテレポーテーションを使っている。この装置で信号をハイジャックして俺を代わりに送り込む。テレポーテーション？暗号化された高周波による分子中継？そいつは天才ね。これで連邦のあちこちで変則的なエネルギーの値を感知していた理由の説明がつくわ。壁から兵隊たちが出てきた方法については言うまでもないわ。そしてこの美しい装置が文字通りリターン信号をハイジャックしてくれる。予定していたターゲットの代わりにあなたを捕まえる。感動ものね。作れるか。話は感動的だが、それを作れるのか。あの飛んでるクズの山を空中に留めておけるなら奇跡を起こせるわよ。ここで詳細まで理解するのは難しいけど、安定型リフレクタープラットフォームから作り始めるのがいいと思う。貨物層いっぱいの高品質金属が必要になるけど、この空港にはかなりの素材があるはず。うん、難しい話すぎていまいちわかんないけど、まあ、部品集めりゃいいか。始めよう。必要なものを教えてくれ、仕事を始められるように。退屈させて悪かったわね。必要な部品のリストよ。それとシグナルインターセプターを動かすために大量の動力源が必要になる。どれどれ。この辺に全部材料あんのか。これいける？アクセスできません。おい、話してくれ。あのターミナルを解除できそうか。いい案だ。え、できる？くそ、セキュリティが強すぎる。そもそもアクセス不可だしな。こっちか。プリドゥエンを動かし続けるときたら、フロッターインが。あれ、これワークショップだが、リフレクタープラットフォームを作る。ああ、ワークショップから作るのか。これだ。とりあえず適当に置くか。はい。電気が必要だとあったけど、ちゃちゃっと電気も置いとくか。待って、電気っていうか、まずここに、なんだっけな、プロビジョナーだっけな。確かそんな人たちだったはずだけど、ここと確か繋いでないから、アイテム共有できてないな、ワークショップの。プラットフォームの制作はうまくいってる？オッケーっすよ。ああ、残りを作る準備ができた。いいわね。それでは次に進みましょう。必要なものすべてのリストよ。一部はチンプンカンプンだろうから、質問を受けるためにそばにいるわね。いい感じだ、イングラム。すぐに取り掛かるよ。うん。その自信が私にもあればね。ああ、忘れる前にもう一つだけ。構成要素はつなげて、すべての部品を一つの送電網にまとめる。そうしないとうまく動かないわ。助けが必要なら呼んで。向こうの制作現場で調整や計算をしているから。うまくいくといいわね、ナイト。というか、どちらもこれが必要になるでしょう。ほう。またオプションアイテムがあるな。回路基板、センサーモジュール、B
ビーム射出装置、中継アンテナコンソール。そこら中に散らばってるわけね。センサーモジュール。こっちが回路基板。必要だって言ってんの？これオプションアイテムか。オプションアイテムとかなんかこういうのあったら役に立ちそうだから探しとくか。多分オプションじゃないやつはワークショップのアイテム共有を行えばすぐ部品足りてるだろうし作れると思うな。供給ライン、あ、届いてないもん全然こっち届いてない。ちょっとつなぎに行くか。大したことないけど大事な農場だ。この人プロビジョナーだ。プロビジョナーを誰かに割り当てて供給ラインを作りましょう。っていうかここ動画で見せたっけな。今ね、レッドロケットトラックストップはね、こんなことになってるんだけど、全部塀で囲ってドッグミートも今ここにいる。なんか銃声聞こえるけど。持ち物を取引したい。もちろんよ。どうやってプロビジョナーにするんだっけな。こうだ。ボストン空港へ行って。よし、OK。今、ここ全部囲って、タレット置いて、なんかとりあえず、なんだろう、バラック感出すために、信号機とかついてないけど、つけて、とりあえず家置いてみたりして、あと畑用意して、バラモンが住み着いてて。こんな感じかな。いかにもスラムって感じがすごいけど、なんか爆発してるけど。とりあえず供給ライン OK。じゃあ戻って作ってみるか。あら？そんなものと一緒に旅ができるなどと、本気で判断力を疑わざるを得ない。二人ともここにいたのか。あー、ちょっとね、こういうところ見ちゃうとね、余計なものスクラップしちゃいたくなるな。ちょっとスクラップしちゃおう。はい、てなわけで必要なものはちゃちゃっと完成したよ。すげえな、こんなでかいもんだとは思わなかった。でね、これなんかすげえものが置いてあるけどね、これ、ボルトテックワークショップ、DLC のボルトテックワークショップで追加された、これ単体で確か200ぐらいの電気発生させてんだっけな、ボルトテックリアクター。これに、テレポーテーション装置の電力供給と中継機アンテナの電力供給。やってて、もうこの時点でね、もう行こうと思えば、いけるけど、なんだろう、その、オプションアイテムが気になるから、と思ったら、オプションも作ってたか、すでに。OK。アイテムすでに収集済みだったな。じゃあ、今回、ここまでにして、ニック早々にくつろいでる。次回テレポーテーションして行けんのか、インスティチュートに行ってみようか。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。